花さんは来ませんよ。立花どこじゃったの、また来れんのかな。そうかもしれません。しょうがないわ。立花さんのことですから、今頃あちらの世界でも白い羽をつけた可愛い子くどいてるんじゃないですかね。こんなことに勝俣さん、私に椅子どうぞ。あら、ありがとう。ねえ勝俣さん、はい、あんたいくつになったの。ええ、今年で79になりました。あら、いつの間に私を追い抜いたのよ。追い抜いてませんよ、マリ様今日で80ですから。あら、私まだ70だと思ったけど。80です。 80? はい。あ、そう、あなたが言うんだから間違いないわね。あ、そう、私もう80年も生きてるんだ。そうですよ。長生きすると思わなかったけど、あっという間ね。そうですね。お誕生日おめでとうございます。ちっともおめでたくないわよ。毎年年が減ってくるんだったらおめでたい。あ、そう、80ね。私の人生何だったのかしらね。マリーさんはずっとジャズシンガーでしたよ。ジャズシンガー、そうね。ジャズの旅が何にもできない人間だった。国際失格、恋人失格、人間失格。そんなことありませんよ。それはまあ、前の旦那さんとはなんとなくちぐはぐしてましたけど、それはそれでマリーさん一生懸命やったじゃないですか。私が死なせたようなもん。そんなことありません。私がお金を作ってあの人の借金さえ返してれば、あの人は死なずに済んだのよ。どうしてマリーさんが博打の借金まで返さなくちゃいけないんですか。だって私たちいや、それはそうですけど、あ、この話はやめましょう。もう随分と昔の話ですね。そうね、はい、でもあんなぐうたらな亭主でも悪い思い出がないのよね。思い出っていうのは大体いいところが残るんですよね。いいところなんてあったのかしらね。それはあったんじゃないんですか。背は低いし、ずんぐりだったし、仕事もしないでお酒ばっかり飲んで、おまけに大のギャンブル好きと来てて、私のことはちっとも考えちゃくれなかった。そんな男のどこが良かったのかしら。マリーさんが選んだ人でしたよ。そうね、あの人ね、私の初恋の人だったのよ。そうなんですか。結局借金取りに追いかけられて、何、自転車で逃げなくてもよかったのに。しかもコンビニに置いてあった人の自転車盗んで逃げたって言うじゃないの。まあ、運が悪かったって言うんですかね。自業自得よ。いや、もうこの話はやめましょう。あ、そのカフェラテ買っていきましょうか。カフェラテは飲みたくないわ。どうせ飲むんだったらこっちの方よ。こんな時間からですか。時間なんて関係ないわよ。飲みたい時に飲む、それが長生きの秘訣よ。これで立花さん、はい、立花どこ行っちゃったのよ。ですから立花さんはもうあちらの世界へ行ってしまいましたよ。え、死んだの、いつ。もう3年になります。そうだったわね。やっぱり太りすぎ。はい、体重が140キロ超えてました。ねえ勝俣さん、あんた私より先にあっちに行くんでしょ。だったらこの旦那に言っといて、借金は絶対にダメよって。それから逃げるときは自転車じゃなくてタクシー使いなさいって。それから勝俣に会ったらサングラスやめなさい、似合わないから。はい、それから勝俣さん、あんたまだ弾けるの。話が飛びすぎですよ。素晴らしかったわよ、ずんちゃかちゃか。私まだ覚えてるもん、あまりずんちゃかできるの。マリさん、私はギターでもあります。ベースです。ベースそうだった。でも弾けるの。それはまあ弾けますけど、まあ早い曲になるとき、ね、弾きたい、弾きたい、弾きたいわよね。ほら、聞きたいって聞けるわよ。今ですか。おいよ、当たり前でしょ。いや明日になったらもう聞けないかもしれないのよ。そんなことありません、マリさんはあと10年は大丈夫。何て、なんて心配なの。もう79でしょ。明日までもっと自信あるの。ありません。ほら、時間がもったいないから。はい、わかりました。じゃあ勝俣さんもね、脱サラしてこの世界に入ったのよ。奥さんに逃げられちゃったけどね。ああ、難しいわね。勝俣さん、はい、あの時のリハを覚えてる。あの時と言いますと、ほら、ブルーナイトでのライブが決定した時のよ。ああ、ブルーナイトをやりましたね。あれ、はいはいはい、あの時のゴタゴタ、旦那が突然あのように言っちゃって落ち込んでたところへ、まさかブルーナイトのオーディションに受かるとはね。あの時は大変だったけど、今考えれば懐かしいな。ああ、あの時のオペラがこれでしたかね。あれね、アレキサンダーズラグタイムバンド。じゃあ私もちょっとお付き合いして。確かマイクがそこにあったと思ったんだけど、どうしよう。
カモネヒカモネヒアレクサンドルズラッタイムメンカモネヒカモネヒIt's the best band in the realm ねえ、こんなゆっくりだいや、もっともっと早いですけど、私の手がもう言うこと聞いてくれますあー、もう年ですもん、ゆっくりしなきゃいいわよすいません And if you care to hear the swirling river Praying rock tarCome on here, come on here, Alexander's ragtime band. そうだ、ほら、あのフィリピンから来たこんな感じになってたかジェニファーさん。そう、ジェニファーよね、ジェニファー。ジョーさんもいたし、タッちゃんもいたし。私たちのオープニングは画期的だったのよ。だって1曲目からいきなり出るのは初めですもん、ね、そうでしたね。確か最初はドラムのタッちゃんが出てきた。そうそう、ドラムのタッちゃんが出てきてドラムをタッやってたのよ。それで次出てきたのよな。ヤミさんですかね。そうよね。ヤミさんだったかしらね。最初はベンチで入ったの。のにね、こんなお昼間からね、ありがとうございますそれでは次のナンバーはボサノバのナンバーから Record Bossa Nova The Gift
1, 2, 1, 2, 3, 4 Ooh, one, baby, eight
ミヤホってない。あ、今の電話なんですか？
今のはですね、ミヤコホテルのイベントにマリーさんを入れてくれってお願いしていたんですけど、今年のスケジュールは全て埋まってしまっているということで、ダメでした。ミヤコホテルね、そのミヤコホテルって名古屋にあるミヤコホテル、それとも麻布にあるミヤコホテル？麻布にあるミヤコホテルです。ミヤコホテルは目黒にあるの、麻布になんてないわよ。引っ越しちゃったんでしょ、ね、そうだね、引っ越しちゃったよ、すみません。ほら、立花なんか聞かれましたわよ。わぁ、ほう、ほう、本物だ。すごいですね皆さん、本物ですよ。誰の人？そう、聞いてよ。はい、ちょっとお尋ねいたします。私に聞いてよ。すごい、やばいと聞いてください。マリーさんの旦那さんのお知り合いですか？どういう意味？ですから、借金の取り立てとか怖いお兄さんとか。借金はもう残ってないはずなんだけど、そんなふうに言える？言えません。ちょっと誰だ、聞いてよ。ちょっとお尋ねいたしますが、はい、あなたはどこの組の方ですか？橘、なんて口を抜け出してるんですか？失礼でしょ。じゃあどうしたら。どちら様ですかね？どちらか様ですか？どちらか様、どちらか様か。失礼いたしました。私、神林ヒロと申します。おお、私か。神林ヒロって何の人？借金は全て返済済みのはずよ。借金は全て。あの人、本物のマリーさんですよね。おお、あの人、本物のマリーさんですよね。おい、本物よ、偽物に見える。おい、本物よ、偽物に見える。本物だ、本物だ。で、何か。で、何か。まさか、まさか。あ、私から、どうで、何か私用事でも。ありがとう、で、私に何か用事でも。立花、ちょっと。立花、ちょっと。何とかって。でも、マリーさんは最高だって言ってますよ。まだ言ってません。あいこうでも、何でもいいから、私たち練習しなきゃいけないんだから。どうせ、何かの押し売りでしょ。あのケースの中に何か入ってるんですかね。油下の小さいのが倒せない。もしかして今はその美顔器何使ったとしても効果は一切期待できない。全部いらないから。すいません、本人が美顔器いらないって言ってた。はい、もしもし、あ、みや、こちら。今まずいです。ここは子供が遊びに来るようなところじゃないんですよ。もう刺さってませんです。だっていいです。何でも知らないか。今すぐお一人願います。失礼ですが、あなたとマリーさんはどういう関係ですか？マリーよ、マリーは私の命の恩人です。ニコニコ金融のとぼけた支部長から私を救ってくださいました。現在彼女のサブマネージャーを言いながらサックスを吹いております。大事な。おお、かっこいいですね。私もそういう風に言ってみたいですね。私は上条マリーのバンドでトロンボーンを吹いている。神林ヒロと。かっこいい、かっこいいですね。ちょっと待って。あなたトロンボーン吹くの？はい、少々。なんだ、ミュージシャンじゃない。それならうちは大歓迎よ。田島さん、もういいわ。皆さん、ちょっと休憩しましょう。はい、わかりました。飲み物は？こんにちは、上条マリー。こんにちは。お名前は神林さんでしたっけ？ヒロで結構です。ちょっとさ、この人なんか緊張してるの？それとも言語障害？失礼します。あなた深呼吸してみたらいかがです？はい、はい、吸って多分憧れのマリさんに会えたら緊張してるんじゃないですかね。いくわ、憧れ。私に嬉しいこと言ってるじゃない。マリさんのファンなんでしょ？そうかしらね。この辺の倒れるよ。あ、失礼しました。吐いて。忘れてました。大丈夫？あ、苦しかった。ヒルさん、どこから来たんですか？はい、東京、千葉の方です。トロンボーンが吹けるジャズが好き。私も大好き。でもジャズ以外にもいい曲があったら何でも歌うんだけどね。そう、私ね、ゴスペルも歌ってみたいの。あなたゴスペル好き？はい。本当、私ね、今度って道なんか分かんないんだけど、はい、ニューオーリンズに来てね、そこで、あなたには何してみましょう？ゴスペルを歌ってみたいのよね。何でもやります。そうですか、あなた譜面は読めますか？はい、そうですか、ジャズは譜面読めなくてもいいんですよ。ジャズは何といっても感覚とセンスです。なるほど、感覚とセンス、同じこと言ってみたいな。センスでしょ？ゴスペルじゃないの、センスだよ。あ、面白いね。何のことセンス？センスとセンス。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 
とセンスあったセンス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 よくちゃん、コーラブリーランチってやりますお、スペシャルドリンク、これね大豆ペプチドが、ね、4000mg も入ってるイエス、ヘルフィーペプチトンありがとうございます、ヒロさんでやるヒロさんあー、じゃあ、適当飲んで配分が違うのねヒロさんもお、俺でもしもし、あ、ミヤコちゃん、あの、すいません、あのね、ちょっと今こっちに来る。いや、待て今、消毒しだし、うん、会いたい。そりゃ、僕も会いたいよだけどね、だからプロフィールは後で僕が考えて大丈夫今、どこにいるのかな。もう近所かな。もう近所かなってそれか、近所って近所は、うん、なんて説明すればいいか分かんない。あ、じゃあ、周り見てさ、何が見えるかな。ね、うん、綺麗なお姉さんでしょ。こんにちは。こんにちは。うん。可愛いお姉さん。いや、君の方が可愛いよ。ちょっとうるさいね。ごめんね。マネージャーもいる。マネージャーもいるの？おかしい、その。ここじゃ！ジャバジャイルですか。そう、ジャバジャイル。
知ってる？はい。オーケー。あー、そう。じゃあ私はここで聞いてるわ。お、これはテストでオーディションだから頑張ってよ、ヒロ。はい。携帯返してよ。すみません。これ、検討して送ってもらいます。涼しいね。あの木は何ですか？木、車の木、車持ってないよ。S です。わかりました。ワン、ツー、スリー、フォー。Love, love, love.
You are so important.
とうございました。どうもありがとうございました。トロンボーン合格よ。ありがとうございます。よかったね。マリさんとおっしゃる通りニューオーリンズでロケしたいんですけど、じゃあスタ
スタジオに大掛かりなセットを作って、最近はですね、ブルーバックの前にマリーさんが立てば、後ろにあらかじめ撮影しておいたポリコンが流されて、まるでマリーさんがニューヨークの街角に立っているように撮れるんですよ。それって合成？はい。私はてっきり、スタジオで合成。はい。なぜ、イオさんがないもんで。でもいいじゃないですか、CM ですよ。全国で流れるんですよ。関西方面だけです。あ、その代わり皆さんに横浜の中華街で美味しい中華料理をご馳走しますよ。そうよね、そのコマーシャルで美味しかったらみんなで料理に行きましょうよ。その時は綾瀬さんもご一緒に。私もいいですか？もちろんですわよね。お願いします。ありがとうございます。じゃあこの企画は進めてよろしいですか？もちろんです、よろしくお願いします。これで交渉成立ね。じゃあ乾杯でいきましょうか。と言っても立場まだ帰ってきてない。まだみたいですね。もうまた他のところに電話もかけてるじゃない。マリさん、私はまたこれから会社に戻らなきゃならないんですよ。じゃあこうしましょう、はい、来週にでも会うと思ってみましょう。詳しくこう話してみます。いいですわ、来週に。六本木がどこか。いいえ、私、居酒屋で結構ですよ、六本木だなんて。美味しい焼酎が置いてあるいい水が六本木にあるんですよ。それじゃあまた。あ、私の携帯番号いつでも構いませんから、僕の携帯に電話ください。番号は名刺に書いてあります。090-335-3. あ、何していけばいいのかしら。マリさん、いよいよ私たちも運が向いてきたみたいです。これでメジャーへのステージに上がれるかもしれませんね。マリさん、嬉しくないですか？そんなことないわ、素敵な話じゃない。綾瀬健一、素敵な人じゃない。いや、マリさん、今日の練習はどうしましょうか？マリさん、これね。マリさん、本当だ。マリさん、今日の練習はこのぐらいにしておきましょう。お休みになってくださいね、マリさん。あ、そうね、あ、私もなんか今日疲れたみたい。そうしましょう。皆さん、今日の練習はここまでにします。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。Oh,
休憩をいただきます。